そうですよ、うん、出てましたよね。2店舗ぐらい。はい。俺多分行ったもん。日本の焼き肉屋が出たなってね。行きましたよ。なんか大塚さんなんかこの悪い店、まあ無償ですけど、うん、悪い店舗だけを買い取ってスタートされてるんで、そこから立て直しててすごいですね。腕がなかったらできない。腕があるとやっぱり安いからでしょ。そう、できないですよね。猫できるからね。はい、はい。